さあ語ろうか。というわけで、なぜ今モンスターハンターダブルクロス、それからモンスターハンターワールドアイスボーンが再注目されているか、そのお話をこんなハキハキとは喋らずにしていこうと思います。これね、モンスターハンター、まあ、先に言っちゃうとモンスターハンターのアイズのおかげなんですよ。まあモンスターハンターをずーっとやってる人にとってはなんとなく流れ見えてるかなって思うんですけども、まずモンスターハンターダブルクロスっていう作品がちょうどいい時にちょうどいいタイミングで、まあこれはまあちょうどいいって言ったらおかしいですけども、まあスイッチが発売して最初のモンスターハンターになったのがこのダブルクロスなんですね。で、このダブルクロスっていうのがまあ良かったわけですよ。で、何が良かったかっていうと、ボリュームが凄まじかった。外伝の頂点と言うべきでしょうか。モンスターハンターシリーズのモンスターが根こそぎ出てきて、クエスト数も1000を超えるという、もうわけわからんモンスターハンターで、モンスターハンターはこのまま、もう広がり続けていくのか、みたいなところまで行ったわけです。だからもう最終的な旧モンスターハンターの最終地点だよね。その、規模で言ったら。で、その後、満を持して次のモンスターハンターが出たんだけども、これはプレイステーション4に出たんだね。まあもともと PSP とかでも出ていました。だからソニーハードにも出ていたモンスターハンターってか、初代はむしろそうだからね。出ていたんだけど、途中から任天堂に移動していて、まあ要は時の、その時に一番売れるハードで出てるっていうのが、まあみんなの会見であり、私の会見であり、実際そうなんだろうなっていうところでございますよ。で、ただ、このプレステ4に出たモンスターハンターっていうのは、一つ、まあ違いがあったんだよね。今までのモンスターハンターと。私、どのモンスターハンターが一番いいとか、優劣つける気は一切ないということを前提に言わせてもらうんだけど、まあとりあえずね、プレイステーション4のスペックをフルに活用した超美麗、まあ、見ていただける通り少年少女の性癖を歪めてしまいそうなこの美麗さ。そして、モンスターの美麗さ。今までのモンスターハンターって、まあ、ちょっとずつ綺麗にはなっていたんだけども、操作性であったり、まあ、フレームレートとかね、そういった、あとまあ、まあ昔で一番最初の頃のポリゴン見直したら、こんな感じだったんだって感じかもしんないけど、あんまり記憶の中でモンスターの綺麗さ、美麗さっていうのは、あまり変わらないように徐々に良くなっていった感じなんですけど、もうこのモンスターハンターワールドに関しては、もう誰がどう見ても美麗グラフィックとして生まれ変わったんですよ。で、ただ、違うのは、もうしばらく任天堂シリーズでやってきたモンスターハンターが急にプレイステーションに行ったから、まあ、持ってない人が出てきたわけだよね。このモンスターハンターワールドじゃない、プレイステーション4を。任天堂ハードは毎回買ってるけども、ソニーハードは買ってないよっていう人が出てきたわけですね。そして、そのモンスターハンターワールドは、見事大ヒットして、モンスターハンターライズに、移行したんだけども、このモンスターハンターワールドは、モンスター今後の基盤になるとずっと言われていて、まあ実際基盤になるんだろうね。って言われていたから、私も次回作もきっとプレイステーションで出るのかなと思ったら、ニンテンドースイッチでモンスターハンターライズが出たんですよ。で、このモンスターハンターライズは、やはりニンテンドーハードを持っている元々のモンスターハンタープレイヤーたち、以外の人たち。で、ここ、ワールドもまた一役買うんですけども、ワールドで名を馳せた、モンスターハンターというものを知った人たちっていうのを、で、ニンテンドーハートしか持ってなかった人を取り込んで、またモンスターハンターライズから、モンスターハンターを始めてみましたよっていう人が、たくさん出てきたわけですね。まあ、だから、ここは相互作用なんですよね。ただ、なんで、モンスターハンターライズは、まあ、みんなが言ってる通り、ある程度のところで、コンテンツの量としては、イベントとかはもう毎回増やしてくれてるし、スタンプとか、着せ替え、重ね着か、とかは増やしてくれてるけども、ダブルクロスやワールドと比べると、やり込みのコンテンツとしては確かにアップデートは少なかったんですよ。そこで、みんなが注目したのが、ダブルクロスであったり、アイスボーンなのね。で、ダブルクロスよりも、アイスボーンが注目され、まあ見てる感じね、注目されてるかなって思うのは、やっぱりここって未知の領域だったんだよね。ダブルクロスは、ニンテンドースイッチを持っていれば触りやすいじゃないですか。で、モンスターハンターに興味があった人で、ライズが出る前にダブルクロスとか触った人は、たくさんいたと思います。で、実際にまあ、
モンスターハンターライズから、ダブルクロスを今やってる人もね、たくさんいると思うんですけども、まあ、その辺の人たちっていうのは、まあ、ある程度需要が被ってたわけだね。まあ、両方やったことがあるよっていう人が、まあ、結構いたわけですよ。もしくはダブルクロス少し触ったよって人がいっぱいいたわけですよ。で、隣を見ると、全く別のハード、今まで自分が持ってなかったハードに、新しいモンスターハンターっていうものが、もう見るからに見た目が違うモンスターハンターっていうものが存在していますよね。それがモンスターハンターワールドアイスボーンなんですけども、ダブルクロス同等同様に、こちらもコンテンツが完結してるんだよね。だから、ワールドから始めてアイスボーンまでやると、モンスターの数、クエスト、装備、それから、まあ今マルチにおいけるやり込み要素はどうなっているかわからないんですけども、まあマムタロトであったり、名前忘れちゃった、赤竜。あ、ムフェトジーバであったり、それからまあ強力なモンスターだよね。歴戦王であったり、で、マカツボに匹敵する、まあガチャ要素、お守りガチャ要素、的なものもあるわけですよ。なんでここはね、やりごたえがあるんですよ。この複数の要素だよね。少し離れたところにある全く別のモンスターハンターっていう、まあ本来コンスタントにアップデートが来ていたら、もしかすると触ることはなく任天堂ハードのままモンスターハンターをプレイしていた人たちっていうのが、このモンスターハンターライズっていうコンテンツのアップデートが途切れた時のフラストレーションをぶつける先を探した時に、今までだった、普通だったらね、普段だったらハードの壁を乗り越えてまで、プレイしなかったかもしれないモンスターハンターワールドに行くきっかけになったんじゃないかなと。だからモンスターハンターライズが変な話こけてたら、本当の意味で面白くなかったら、モンスターハンターワールドへの注目もいかないんですよ。モンスターハンターライズがつまらないからモンスターハンターワールドに行く人が多いんじゃなくて、モンスターハンターライズが面白かったんだけども、アップデが待ちきれないから、そのモンスターハンターっていうコンテンツを持続したいがために、まあダブルクロスはね、同じスイッチハードなんで、まあ比較的即いけるだろうし、でも同じ任天堂ハードだからこそやったことがある人がたくさんいる。まあ、もしくはね、モンスターハンターワールドみたいな、完全に別個になっている、美麗なモンスターハンターっていうのに惹かれたこともあって、壁を乗り越えて、本来だったら、別のハードだったら別にいいかなって思うところを、モンスターハンターライズをやりたい、でもモンスターハンターライズやりたいけど、アップデが来ないし、今やってるクエストはやりきっちゃったぜ。じゃあ他のモンスターハンターをやりたいってなった時に、まあ、目に映ったのがモンスターハンターワールドアイスボーンだったんではないかなっていうね。まあ、実際、さっき言った通り、コンテンツ完結してるんで、ボリューム、それから難易度に関しても、どっちかっていうと、後発組のモンスターハンターなんで、ライズ同様に、難易度はね、まあ、低め。まあ、難易度が低めって言ったらおかしいか。でも、まあ、入りからの流れで言うとストーリー等々があるんで割と親切だし、あと武器の制作が簡単。で、イベント装備なんかを手に入れると、かなり強い。そういった点ではやっぱね、モンスターハンター初心者向きなんですよ。難しい装備とかをぐわーって考えながら組まなくてもなんとかなるっていうね。まあ、めちゃくちゃモンスターハンター、クロードって言ったらですね、クロードさんには物足りないかもなってところはあるかもしれないけども、まあ、どっちからでも入りやすいラインにありますんで、まあ、そういった点で、ライズの次のアップデまでのつなぎとして、ワールドやってる人も多いんじゃない？それで人が増えてきたことによって、あ、ワールド最近また注目されてるんだってことで、再度つけてみた人もいるんじゃないかな。って感じですね。何がすごいかっていうと、モンスターハンターのシリーズの持ってる持続力だよね。言うたって1年2年、大きなね、超大きなアップデートって、1年2年おきじゃないですか。G 級とかね。それもしくは最新作っていうのは。でも、それ続けてまで、ずっとプレイしたいっていう気持ちが、湧いている人がたくさんいる。ちょっと実定時操作時間が起こる通信がし、切断されました。まあ、それはいいんですけども、そういった持続性を持ってるゲームですからね、非常に、あれですね。とりあえず私が何が言いたいかっていうと、モンハン 4G 並びに過去作を、スイッチでもプレステでも、もう、パソコンでもいいから、移植してくれと。それが私は言いたかった。
というわけで、モンスターハンターワールドアイスボーン再注目の理由でございました。それでは、回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない、まあ